はい、こんにちは、まえチャンネルまえはるです。はい、今日はこちらですね。うん、スターウォーズのプラモデル X-Wing ファイターレジスタンス仕様です。先日ですね、はい、ライブ配信で、塗装しましたね、はい、こちらのレジスタンス仕様の X-Wing ファイター、はい、これをですね、最後の仕上げベザリングをやりたいと思います、はい、今回はですね、エイシン君も一緒にやろうか。はい、はい、じゃあやっていきましょう。はい、はい、今回もですね、こちらのタミヤのウェザリングマスター B セット、こちらを使っていきたいと思います。はい、使うのは主にススとサビだね、うん、スノーは使わないね。こういう風にススをちょっとつけて、ここにちょんちょんと塗るところ。あ、本当だ、いいじゃん、乗せて。やってみたいでしょ、これ、うん、金っぽくなるでしょ。だね、じゃあこれで完成かな。うん、結構汚せたね。うん、すごいね。それでコックピットの部分にはですね、うちは透明パーツをつけましょう、はい、これでね、おー、これで完成だ。はい、このですね、砂漠の土台、今回こちらにもですね、はい、サビのウェザリングを施してみました。おお、まあ、ちょっと変わったね。まあ、ということはちょっと影がある感じになったんだ。おー、影があるね、完全に。はい、こんな感じですね、完成しました、はいはい、なかなかいいですね、うん、やっぱベザリングすると全然変わるね。はい、それでこの X-Wing ですね、ちゃんと翼が開閉します。はい、で、閉まった時はですね、ぴったりここになるようになってますね。はい、収まるように。面白い。ちょっと今ね、でもちょっとならないっていうのはですね、ここの部分、うん、これがですね、激しく壊れちゃったんだよね。パチンって。そう、それでこれ接着剤で今つけてるんですけど、ちょっとずれてるので、うん、だからちゃんと収まらないですね。不安定ってみたいな、ね、そうだね、ちょっとアップにしてみるとこのような感じになっております。はい、かっこいいね。うん、でコックピットの中にはですね、ポーダメロンが乗っておりますね、うん、こちらポーダメロンです、はい、で後ろに BB-8 も乗ってます。はい、BB-8 は色つけてないです、うん、ただ墨入れはしてありますね。はい、ポーは、服の色が違う、はい、赤になっちゃったね。本当オレンジやね。そうだね。透明パーツはですね、このような感じで開くようになってます。はい、これで乗り降りができるわけだね。リガー、エンジン部分はこのような感じになってます。はい、後ろ側はこうだね。はい、こういうところ、こういうところ、うん、全部銀の塗装を施しましたね。はい、この前の配信でね、はい、そうだね。レーザーパーツが付属してましたので今つけてみました、はい、このような感じになりますね。はい、以前紹介しましたこのタイファイター、はい、このレーザーとほぼ同じですね。はい、うん、ダークサイドであるファーストオーダーが緑のレーザーで、はい、ライトサイドであるレジスタンスが赤のレーザーなんでね、はい、逆なんだよね、これね。ちょっと不思議だね。不思議だよね、面白いよね、はい、うん、はい、ということで今回はスターウォーズのプラモデル X-Wing ファイターレジスタンス仕様でした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、最近ね、このプラモデルにハマってきてて、スターウォーズのプラモデル結構作りましたかね、うん、ただですね、もう新しいビークルとかがないので、はい、しばらくお休みになっちゃうかもしれない。 Y ウィングとか、はい、あんま作んないかなと思って、うん、ただね、ボバフェットは作りたいと思ってる。ボバフェットね、うん、ボバフェットは作りたいと思いますので、それはそのうちやりたいと思います。はい、はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。